夜に泉大津駅の方に行ってきました。多くの方にお声掛けいただきまして、どうもありがとうございました。超過死亡のお話などをですね、ご質問いただきました。まあ、その他もろもろいろいろ、お話をしていきたいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和6年の、12月15日日曜日、時間が0時2分でございます。はい、日付変わりまして、泉大津市長選挙の投票日になりましたので、まあ、投票を呼びかけるような行為は、まあ、慎もうとは思いますが、まあ、泉大津駅にね、夜行ってきましたので、まあ、そこでね、多くの方にお声掛け、そして写真撮影などをご依頼いただきました。どうもありがとうございました。はい。ということで、まあ、北海道も 4つぐらいいただきましたね。いや、本当にありがとうございます。はい。ということで、まあ、泉大津駅でですね、ワクチン関連の、まあ、お話もね、いただいたんですけれど、まあ、どうしてもね、現職の方が、まあ、そのワクチン関連の、まあ、反対のですね、政策を、まあ、されてきたということもあってですね、まあ、そのワクチンに関心を持っている方が、まあ、この選挙にね、関心を持っているというのは、まあ、それはそれでね、結構なことだとは思います。で、ちょっと本日いただいた質問で、まあ、超過死亡の原因の話をいただいたんですけれど、まずね、超過死亡については、まあ、正直、わからないと言った方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、超過死亡がね、2021年に今起こっているっていうのはね、まあ確かだとは思うんですけれど、まあこれね、私、2022年のポストなんですけれど、はい、まあ2021年の超過死亡者数増えているのは事実として、その原因を突き止めるのは簡単ではないと思います。ただ、ワクチン接種が原因だとする論については、大阪大学の宮坂正幸教授が論理の飛躍と述べており、その通りだと思います。ということで、まあ現代新書のね、まあ記事を、まあリンクつける形でね、私2020年の7月14日にまあポストをしておりますということで、まあ要はよくわかりませんが、ちょっとワクチンとするのは無理があるだろうということでございます。で、あとですね、まあ本日ポストした内容にですね、ちょっといくつかあるんですけれど、ですね、はい、まあこれですね。まあ、地方創生の、まあ、お金の使い方がめちゃめちゃだというですね、まあ、お話もポストの方をさせていただきました。島根県のですね、邑南町ですかね。こちらですね、まあ、ちょっと、まあ、ひどい使い方があったので、まあ、ポストをさせていただいたということなんですけれど、こちらですね、まあ、2016年に、木下仁さんがですね、ポストされてるんですよね。3200万使って、で、年間日本人100人、外国人20人の観光客、呼べばいいというですね、ちょっとこれ、金使いすぎじゃないか。まあ、しかもなんか目標達成できてなかったみたいなね、そういう話でしたよね。で、まあ、これね、これを昨日か、はい。2016年3200万使って、この原資税金でコストパフォーマンスいかほどか皆様からのご意見を賜れればと思いますということで、まあ、ありがたいことにね、そこをですね、しっかりと調査してくださったんですよね。はい。未達ということ、転入者、観光者未達。おいおい、金使ってこれでいいのかというですね。まあ、ね、ツリー形式でね、調査内容、コメントいただいてて、本当にありがとうございます。ちょっとね、タイ語になっててですね、読めないんですよね。まあ、でもすいません。ありがとうございます。はい。ということで、まあ、あとですね、ちょっと待ってね、私のサブスクのページが少し見えてしまいましたが、まあ、そこは、まあ、最初の一部分だけなんでいいでしょう。一応ね、X の方、サブスク、を少しやっております。ちょっとね、私も、結構、少し前に始めて、ちょっと忘れてましたね。すいませんでした。3人ご登録いただいててですね、月、1ドルだっけ？はい。月1ドルですね。まあ、100何円かな。はい。まあまあ、まあ、安いんですけど、まあ、まあまあ、まあ、まあ、登録いただけると、まあ、ありがたいですね。あとですね、宮沢洋一さんの、
関連のポストをですね、宮沢洋一さんに怒りをぶつけておられるポストが、まあ、いくつかありましたので、まあ、私、リポストさせていただきました。宮沢洋一さんね、2022年の7月11日、選挙の最終日かな。まあ、その時から X のですね、更新されてないんですよね。はい。まあ、だから、要はもう典型的な選挙の時だけ、X を更新する人みたいなね。まあ、まあまあ、それはそれでね、まあ、それはいいんでしょうけど、まあ、そこに対して、引用リポストが、まあ、されているので、いくつか私、それをね、リポストさせていただきました。まあ、結構、皆さんの怒りがね、ぶつけられてますよね。生活苦に喘んでる国民に対し、密室で増税しまくってる男はこちらです。増税で忙しくて SNS 更新してないようなので、リプしまくって叩き起こしましょう。ということで、宮沢洋一は国民の敵、宮沢洋一を落選させようということなんですけど、宮沢洋一さんのね、選挙は、まあ、来年25年、28年が改選なので、まあ、かなり先ですよね。で、今、御年74歳なので、次の改選の時だと78歳ぐらいか。ちょっとどうなんのかな。ご年齢的にもね。はい。あとね、この方、ネイクド高橋さん、宮沢洋一氏のホームページを見ると、持続可能な、社会保障制度という政策を掲げているが、社会保障の負担率の高さに国民が苦しんでいる現実を理解しているのだろうか。ポストも選挙後の2022年7月から途絶えていることを鑑みると、政局しか見ておらず国民の敵という噂を本当のように思います。ということで、まあ、怒りで。で、ベベさん、広島県民さん、次の参院選でこいつは改選じゃないけど、広島かる自民議員はきっちり落としてください。ということで、広島、どうなるんですかね。今ね、まあまあいいや、河合案里さんが、ですね、まあ、追いやられてですね、立憲の方がね、補欠選挙で勝ったので、広島選挙区はね、次改選は、立憲のお二人なんですよね。森本慎二さんと、あと女性の方、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、はい。あとですね、国民負担率の上限を設ける法律のアイデアをね、いただいたので、まあちょっとこれはね、いいアイデアだと思ったので、参議院法制局に、相談します。相談内容はね、国民負担率の上限を法律に的に設けることはできないのでしょうか、ということで、そういうことですね。まああと、それに関して、いただいたリプがこちらだ。そうですね。あと、予定納税ですね。はい。会社には、予定の、島谷さんね。会社には予定納税っていうのがあって、前年の税金額から計算して年に複数回納税するという制度があります。この予定納税って右肩上がりにビジネスが伸びる前提だよね。半年間は赤字で後半に利益が出るタイプのビジネスだとこれ地獄。海の家とかスキー場とかってどうしてるんだろうって。確かにそうですよね。まあ、私も時々ちょくちょくで、予定納税に関しては、ポストをして、まあ、参議院法制局にですね、法案はもう、作っていただいたものが、まあ、ありますので、まあ、これもね、X でちょくちょくポストしていこうかなとは思っております。あとですね、ドナルド・トランプが12月8日にですね、シリアに関してポストをね、してたんですよね。まあ、これちょっと長文は長くて、まあまあ、長いって言っても、まあ、すぐ読めますけれど、まあ、そこをですね、私、一部を引用して、あと要約させていただきました。ロシアにとって、オバマは本当に愚かに見せること以外にシリアではあまり利益がなかった。いずれにせよシリアは混乱しているが私たちの友人ではないし、米国はシリアとは何の関係も持つべきではないということで、トランプはね、シリアに関しては、まあ、不介入の方針なのかなと。あとですね、まあ、オバマをね、やっぱりちょっと批判してますね。まあ、ちょっとアメリカが介入すべき時に介入しなかったというのがあって、まあ、そこで混乱が起こって、まあ、結局ロシアがね、介入をしてきたというのが、まあ、ありますので、まあ、これは確かにね、私はその通りだなとは思っております。はい。ということで、本日もね、ちょっと、これか、トレンドもまた見てみましょう。ということで、トレンドのニュース、一番、宮沢洋一が一番上に来てますね。はい。あと、日本の増税が止まらない。そして資産運用、国民の敵、飯山さんと来ております。ちょっと資産運用ってなんだろうな。あんまり、
A ポストは伸びてないっぽいですけど、一応資産運用っていうのが、まあ、来てますかね。はい。ということで、どうだろう。投資初心者は、神田さんのポストね、SP500 やナス、100などの米国投資に偏ってるらしい。まあ、私も SP500 がメインですね。個人に資産運用の助言をするファイナンシャルスタンダードの福田武志代表には、最近気がかりなことがある。保有する資産が米国株の投資に偏りすぎている投資初心者が多い。なるほどね。まあ SP500 はね、まあでも私は手堅いかなという気は、まあ、しないでもないです。はい。ということで、まあこれは、そうか。まあ次の方はいいや。はい。で、あとですね、ちょっと飯山さんっていうのを見てみましょう。飯山あかりさんのことかな。まあ、そうか。まあちょっと飯山あかりさんね。ちょっと、まあ、これはちょっと避けておきましょう。はい。まあでもね、保守党とのですね、仲がね、ちょっとどうにかならないのかなとは思いますね。はい。あと、宮沢洋一さんですね。X のポストがですね、ちょっともう一回見てみましょうか。まあ、多分更新されてないと思いますけど、はい、2022年のね、7月11日から、まあ、変わっていないということで、こちらですね、引用表示を見てみるとですね、まあ、なんかまた増えてんのかな？そうでもないか。はい。どうだろう。はい。はい、まあ、まあまあ、なんかいろいろと ありますね。はい。はい。まあ、ちょっと私がリポストしたやつはですね、1万8000ビューとか、まあ、ありますけど。はい。オノゴロバリアさんかな。1784年、英国総選挙で100名近い落選者を出し、ホイグ党が大敗しました。落選者たちは指導者にちなんで、フォックスの殉教者と呼ばれたそうです。2025年参院選では、宮沢の殉教者が増えないことをお祈り申し上げます。なかなか、まあちょっと皮肉をね、書かれておりますね。はい。まあちょっと SM バーに関してはですね、まあ私は別に行っていいかなと思ってますけどね、職業差別はね、まあ良くないかなと、思っておりますので、はい。まあまあ、A 付きのやつとかありますね。はい。あと、まあ私が先ほどね、本日リポストしたやつで1.4万ビューありますね。はい。はい。まあまあ、はい。残念ですというコメントありますね。はい。あとは、騙されたな。日本のためになって以来、宮沢税調会長、178万円基礎控除拡大と。まあ、これもリポストさせていただきましょう。はい。ということで、選挙が終わったら一切発信しない。日本のためと言いながら国民に税金で負担をしている。IOC までの丸々ということで、ちょっとこれもね、リポストさせていただきます。はい。ということで、まあ、宮沢洋一さんがね、今回もまたトレンドに入っております。はい。はい。はい。ということで。はい。ということで、まあ、そうですね。日本の増税が止まらないも、まあ、宮沢洋一さんがまたね、まだまだ続きそうですね。はい。日本の増税が止まらない。経団連もね、ちょっといかがなものかなとは思いますけど、まあ、経団連をね、まあ、確かに叩くっていうのは、それはそれでね、ありなんですけれど、まあ、とはいえ、経団連の言った通りのことをですね、まあ、する、ねえ、まあ、ある意味自民党、公明党に投票する皆さんもね、ちょっとやっぱりそこは日本国民が、まあ、問題があるところも、あるのかなと思います。まあ、本日もね、やっぱ税金高いっていうね、相談もね、いただきましたし、まあ、追徴金とか、まあ、それに関するね、相談もいただきましたけど、まあ、結局はですね、まあ、自民党、公明党、立憲民主党に、まあ、投票するから、まあ、そうなるんであって、まあ、それはね、まあ、私は今のところね、そういう投票結果が、まあ、長年続いてきたので、まあ、すぐにはね、直せないと思いますけど、まあまあ、とりあえずね、まあ、そうであれば、皆さんのね、投票で変えるしかないのかなとは思いますね。はい。まあ、
今回、宮沢洋一さんがね、103万円の壁、178万まで引き上げるというのをですね、それを反故にして123万円という、額を提示されたことで、それで国民の敵、宮沢洋一というのがね、トレンド入りしてるんですけれど、それはそれでね、このままそれをね、178万円にしないのであれば、来年7月は参議院選挙がありますので、そこはね、もう自民、公明、立憲民主に投票しないっていうのが、一つのね、解決策なのかなとは思っております。ということでですね、本日、この辺りで、お話を終わらせていただきます。引き続きよろしくお願いします。というわけで本日の内容、面白い興味深いと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想などがいただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。